番バイクとカメラのある生活のコウスケです。いや久しぶりにバイク乗ってます。多分2週間近く乗ってなかったですね。仕事の方がバタついてまして、なかなかバイクに乗る時間が作れず、今日はですね、前に、撮影で入った企業さんがありまして、その撮影の時にちょっと忘れ物をしちゃったので、それを取りに行きます。たまにやっちゃうんですよね、忘れ物、バタバタしてる時とかで、片付けとかちょっと他の人に手伝ってもらったりした時とか、ちょっとね忘れちゃうことがあって、せっかくね、わざわざ取りに行くんで、まあバイクで行っちゃおうかなと、ということで今日バイクで取り行ってます。なんでついでになんか写真が撮れたらいいなとは思ってるんですけど、あまりそこら辺のエリアが詳しくないので、ちょっと走りながらいいとこあれば、バイクの写真でも撮って帰ろうかなと思ってます。いやでも今日はいい天気で良かったです。いや雲ないの、雲が全然ないですね。ちょっと肌寒いけど走ってて気持ちいいですね。いやこう今後楽園のあたりなんですけど、女性の方がなんか同じようなカバンを持っているから、誰だろう、誰かのライブがあるんでしょうね。ドームでやってるの、それが後楽園ホールのシティホールか、どうなんでしょうね。なんかお揃いのカバンをみんなつけて持ってましたね。それにしてもね、僕ライブ撮影をメインにやってるん でやっとちょこちょことライブがね開催されるようになって、お客さんも入れるようになって、でそれまでは配信のみで、まあ、やってて、なかなかやっぱお客さんの熱量っていうのが、ない現場っていうのはね、やっぱやってる人たちも、まあ、やりづらそうで、でもやっぱね、あの声は出せないって言ってもお客さんがいるっていうだけでやっぱ違いますよね、その雰囲気というか、撮ってても楽しいし、でもやっぱね前みたいに、数は少ないので、早く以前みたいにたくさん、ね、ライブを撮れればいいなとは思ってるんですけど、もしね、僕がどんなライブ撮影してんのとか、ね、誰を撮ってんのとか、まあ、もし気になった方がいらっしゃったら、まあ、ツイッターから、ツイッターの今固定のツイートに今3人だけだけなんですけど、まあ、載せてるのと、そこから、まあ、プロフィールの方からホームページの方飛んでくれれば、またね、あのちょっと更新してないんですけど、まあ、以前撮った人だったりとか、まあ、どんな人撮ったよっていうのを書いてあったりしてるんで、もしよかったら見てみてください。
いいですよね。写真撮るのにちょいちょいいい感じの雰囲気のところがあるし、なんかそういえばこの前ちょっと前から少し話題になってたんですけど、秋葉原がなんかちょっと風俗化し始めてるっていう風に言われてますね。結構もともとね、まあ、リフレだったりとか、まあ、メイドのリフレだったりとか普通のメイド喫茶だったりとか多いんですけど、今ね、このコロナ禍の影響でいろんなところがそういう営業もしなくなったりして、まあ、いろんなね、エリアから秋葉原に、そういうのがやってきてるらしくて、ちょっとね、風俗化してるっつってなんか嘆いてましたね。結構ね、強気で商売されてる方っていうのはやっぱ多いんで、写真を撮るときにちょっと僕が選んでる場所っていうのが、まあもちろんそのここの建物いいなとかそういうのもあるんですけれども、まあ、基本、まあ、色だったりとか、まあ、光だったりとか、あここいい光入ってんなとか、この色の配色がこの組み合わせがすごいかっこいいなとか、まあ、そういうのを見て探して写真を撮ってます。光もね、例えば、まあ、何でもないところとかでも、まあ、自然光とかで、まあ、いい感じに、ね、それは光が入ってるところだったりとか、まあ、自然光じゃなくても例えばね、ネオンだったりとか街の光とか、まあ、そういうのでなんか、あ、雰囲気いいところを探して、まあ、選んで写真を撮ってます。ただ、まあ、ただ単にやっぱり、この建て、ね、なんか、はい、建物がいいとか、まあ、背景がいいとか、ただそれだけで撮っちゃうっていうのは、まあ、どっかね、どっか場所行った時とかはやるんですけど、それだと基本的にただね、その記録撮影みたいな感じになっちゃうんで、ちょっとそういう光だったりとかを見て撮影をしてみるとまたね、少し違った写真ができるので、ぜひ探してみて試してみてください。ちょっとね、近くにいい行きたいカフェがあったんで、ちょっと寄ってみようと思います。ここです。あれ、やってない、あれ、やってない、マジか、休みですね。あ、
写真だけ撮って帰ろうかな。うん、そうしよう。